マリアンヌ・ボスは、オランダ、スヘル・トーヘン・ボス出身の女子自転車競技選手。日本では、ボス、ボスという表記も見られる。マリアナ・ボスと表記されることもある。ロードレース、シクロクロス、MTB、トラックレースの世界王者である。兄も自転車競技の選手であったが、6歳の頃から、兄のチームで練習を続け。 8歳の頃から、ロードレース及びシクロクロスのレースに参加するようになる。一方で、スピードスケートとインラインスケートもこなす、スポーツ万能少女であったが、14歳の頃、インラインスケート選手としてはここでキャリアを終え、代わりにマウンテンバイクを始めるようになる。そして後にトラックレースにも取り組むようになる。2002年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、これで、 ロードレース、シクロクロス、トラックレースの3種目の大会で世界一を経験することになった。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年、2017年、レディースツアーオブ、ノルウェー総合優勝、ポイント賞2018年、2019年。ありがとうございます。